1974 Kawasaki H1 Mach 3 リペイント。フロントエンドは KZ400 からの流用、オリジナルマフラー、ファスナーは六角結構使ってます。ステマも短い、前後2万マイル。ハンドルバーも違うね。で、KZ400 のマスター。クラッチレバーも交換。良好。本来前19やけど、これは18ついてます。どこや、18、あ、分かるかな、18ってどう書いてある、あ、18じゃない、で後ろが19か。あ、後ろ18、後ろ18、前18で、セラー曰く、サイドスタンドは KZ400 からのやつ。なんかちょっと長いみたい。だから、H1 よりも、もうちょっとまっすぐ立ってるみたい。で、はい。車外機。シートもこの鍵です。違う、はい、ロー、はい、これはいか、で、ロー、で、で、ヘルライトね。で、リアブレーキ。で、フロントブレーキ。ついてる。OK。こんなもんか。で、はい。キックオンリー。